遠いやつかは食べないでお肉さ食いたくない。いや、ちょっとお肉にさ、それついてる。うん、まだ小水さんからは聞きません。もう来ないと思います。まあ、わかんないかも。今日は焼き鳥大食い大会なんでですか、なんで急に急にクーが出てくるの。あ、今日はええよ。ヨーグルトの。え？今日はポッときました。ヨーグルト。あ、マシュマロ？あ、落ちた。マシュマロヨーグルト初めてやってみました。まだ食べてないからね。わかんないけどね。昨日の夜から漬け込んでます。一日、丸一日。一本完食。じゃあもう一本。いや、油足りるからね。顔出しておき。今日はふっかり食べてます。何？今日はふっかり食べてます。お肉ですからね、買ってください。これおいしい。これ鶏じゃん。豚肉バージョンもあるんだよね。うん、私の方が鶏の方が歯ごたえ上がっていい。豚肉も薄いやつじゃないよ。豚も、あの、もうちょっと厚い、まあ、レオはどっちが好きかな。お肉落ちそう、こっちについてるし。ニンニク一番大好き。まあ、そういう人が多いかもね。一番人気かもしれないね。横に置いときな。狭いから横に置いときな。味はこっちも。日本の韓国。狭いから、もっちゃん。よし、次は。おにぎりの中に何入ってる？何入ってもねえよ。え、白ご飯です。どうして？え、白ご飯好きって言ってたから。お肉と一緒に食べたら美味しいじゃん。お肉食べて、おにぎり。いいです。じゃあ、このおもちさんから焼肉を食べて、それを食べて、それで一気にこれをいっちゃうっていうことですかね。そういえば父、焼き鳥大好きすぎてさ、昔帯広までね、焼き鳥食べに行ったりしたわ。だってカマどんな大好きみたいな、どういうあれしてんだよ。面白すぎ。ここで好きになって。うん、オリンピックっていうね、焼き鳥リンピックっていうのがね、あってね、それに行ってね、いっぱい食べたわ。順位とか決めるの？あ、どうだったかな、そうだったかもしれない。そうだったかもね。塩多めやな。あ、そう？うん。え、じゃあ父は何で？父がないとかじゃなくて、塩多めいろんなお店が。どのぐらい食べてたの？普通に10分以上普通に食べる。15分とか20分とかの。ももちゃん、毛についたよ。うん、これね、胡椒が多い。あ、胡椒多い。うん。
白胡椒だからさ、あんまり辛くないかなと思ってやったけど、それでも辛いんだ。むしろしなくてもいいか。うん。こっち塩多め、こっちも塩多め、おいしい。泡の小人っているんだって。泡？うん。今。あ、さっきの手洗ったら出てくる。うん、そう。泡もあっちゃう。なんだと思うのさ、焼き鳥こう引っ張ってくるとビーンってさ、あのコップとか倒すじゃん。焼き鳥も完食。量もう何？5本くらい取る。4本か。ちょっと私はゆっくりじゃないかな。量はね、早くね、マシュマロヨーグルト食べたいんじゃないかな。おいしいのかもわかんないよね。うん、いっぱい入れちゃったけど。いっぱい入れて、ボカン。10個くらい入れてるよね。うん。あ、なんか。いらないですか？横にやってこうでしょ？噛んで、よかった。そう、いいじゃん、食べましょう。次反対。はい、三本目。母はネギある方がいいな。うわ、いっぱい入ってな。入ってるでしょ。いっぱい飲んだんでしょ？レオよりもいっぱい入ってたよ、今日。どうして？好きっていうところ。焼き鳥ピック。うーん、聞いてみよったね。聞いてみよったって、うん、絶対知ってるよ。帯広、うん、うん、うん、帯広室蘭だ。室蘭焼き鳥の室蘭。これは塩でめっちゃ囲まれて、うん、え、いいこと。塩むすび美味しいでしょ。うん、姉ちゃんはね、ごま。どこ？うわ。取れないって。こう、ごま。なんか、その塩おにぎりってさ、普通ってかさ、あれじゃん、千と千尋のあれ。ナイツ食べてるやつ。なんかさ、ナイツ食べた方がなんか美味しそうに感じるんだけど。泣いたら味もわかんなそう。わかる。あ、これやろー。知ってる。取れた。かわして。すっごく可愛いとか言い出したよ。何かしら。なんかね、ママがマシュマロヨーグルトをもらおうとしてる。欲しいから可愛いねって言ってんじゃないの。うん、だってそんなのダメですよ。なんか危ないよ、腰刺さっちゃうよ。ちゃんと手で持って。3本目完食。なあなあ、手で持って。うん、違うでしょ。ナナ、ナナ、やり方教えたでしょ。大丈夫だ、待ってるけど。でも結構食べてるよ。ナナ、うん、やり方教えたでしょ、お前。横からやるの。
父の父のサッカーで縛る母と胸は頑張って作ったやつもちょっともある紙芝居、うん、あ母が作ったって母と私にえ、うん、もうちょっとこうしたらいいんじゃないとか言ってさちょっと書き足して眉毛とかするナナほら、ナナの食べ方見てごらん、うん、母取れる見ててごらん、未来の食べ方見てごらん折れるよ、キレキレしてほら、横にピュッて抜いてる、うん、箸置いてあとこれさ2本しかないじゃん、ナナ、下に置いていいって言ってるでしょ、いつも反対向きだけど一本も超えてるよ。これだと全然いける。ご飯があるよね。辛っ。辛っ。ガキだから。今日、薄いから辛いから。あ、これが辛い。これが辛い。うまくどういう意味や、クッパの意味、それともマヨ、マヨのまちゃん味噌汁なんだろ、まだ入ってんの、マヨ入ってないの、マヨちゃんそれ食べたらもうヨーグルトが食べれるじゃん、ほんにあんなに入ってたのに、うん、なんだより早い、まだまだ結構あるし、落ちるからそんな食べ物の上にあげないで、あー、まあ、まキレイのめんどくさくなかったのカバーか、いや、切ってないですよ、パギッとって入れる、パギッポイ、パギッポイってなんかちょっと今日はちっちゃいな、ちょっとちっちゃいね、七ももに大きいのめっちゃ入れたいのかな、いや、たまたまだ、キャーだー、もうちょっと一緒に食べな、あと少し、めこれあと一本でこっち食べれるか、最後に一本残したの、いや、一本はもうきっとね食べれないの、七本か、リタイアか誰だ、20分帰ってたのは頑張って食べれば、40分帰ってったのは頑張って食べれば、頑張ったら食べれると思う、いや、頑張って食べて、お腹痛くなんなかった、いや、ご飯食べられてる、ご飯、うん、ご飯を食べたいの、うん、玄米ならあるけど、玄米、玄米でも進まない、でもね、白米だとね進むご飯、ナナ、手反対の方が食べやすくない、あ、これ食べてくれる、食べれる、ん、何、え、これ、何、それで何食べるの、え、これと、ヨーグルト、スプーンあるよ、ピンクの味噌汁の溶けな、あと残り3本さあ、リタイワイヤーなるか、ヒヒいらないの、置いときな、先にかぼちゃ食べな置いといて、邪魔だって、いや、後で食べる、何それ、あ、もちろん、もちまらってた、お願いします、バレたか、もち、まだまだ入ってた、うわ、お水を、あ、鶏汁、鶏汁、はい、鶏汁好きでしょ、うん、
焼き肉はもうこれだ。焼き鳥、一本残した。残念、7本でした。7食べるかも、味噌汁に入れたら。7本でもね。うん、いいよ。7、味噌汁入れていいよ、肉。結構食べたもんね。うん。だからね。うん。いいよね。うん。何回、うん、入れそれ。食べるか。マシュマロじゃないみたいだね。うん、なんか豆腐っていうかムースじゃん。シャリってして。甘い味はマシュマロ。うん、マシュマロは味しないじゃん。いや、すっごいなんかムースみたい。ババロアっていうか。ふわふわ。あ、味は甘め。マシュマロって。うん。うん、焦げたところがうまい。なんだか、うん、ねえ、みらもうこれで、うん、お腹いっぱいになってこない？ねえ、こそこそ話すんなよ。この話でお嫌いなんだぞ。母も。なんだな。私は好き。嫌われるぞ。レオ記録7本。ん？7本。8本なるか。ねえ、未来？ん？未来さ、もうこんぐらいでお迎えに。お腹はいっぱいにはならない。でも、だんだんちょっと、あれ見てくるかなとか、飽きてくるかなみたいな。飽きるぐらいはやめろ。いや、飽きないよ、まだ。うん。あ、混ぜたらいいと思う。で、混ぜたらさ、わかんない。いっぱいになってさ、美味しいと思う。おいしい。おんない。なんでそうやってやってるの？しょっぱいの？いいね。てか。何？お味噌汁をつけさせてもらっていい？だからなんでって。え、でも何みたいに何個肉みたいにしたかった。え？ん？ワンコ肉にしたかった。何それ。意外と美味しいね。意外と美味しいっていうか、また入っちゃった。ちょっと味が出た。味が出た。味が出た。何回もおじいちゃんになっちゃうけどね。ケルメメケルメメメメケルチェチェチェラスト1本。ほら、ナナかぼちゃ落とさないって言ったのに落としてるでしょ。うん、いつもさ、絶対落とさないとかさ、絶対こぼさないとかこぼすんだよね。うんうん、かぼちゃ絶対落とさないから今日は前掛けしないって言い張ったけどね。絶対落とすからしてって言った、うん、そしたら落としてる。うん、かぼちゃ色取れないもん。いや、取れる。あ、今も言った。じゃあ今つけてみればいい。あ、少し食べるかもしれない。焼き鳥どうぞ。焼き鳥ぐらいは食べなくていいんで、また明日朝いっぱい食べてる。どこですか？ちょうどいいところでやめてください。腹8分目ですよ。あ、少し食べれるかもしれないってところでやめるのが大人ですよ。
食べれる。いっぱい食べちゃったらもう動きたくないかもしれない。ちょうどいいとこでやめるのが大人ですよ。まあ、もうすぐ6歳になってジュニアシート卒業するレオくん。よし、じゃあこれだけ。そうだ、あとは歯磨いた後に美味しいガムを。いや、ガムはいい。あ、いいんですか。もう今度は言わない。あら、そんなことやんなくていい。今日はいいってことです。いや、いいんですか。また食べてスースーしてるから。あ、嫌いなんですかあれ。ああ、じゃあドラえもんは食べるってことですか。ドラえもん来たら、このガムはってことでしょ。そしたらね、あ、じゃあごちそう食べてみて。はい、これもう食べ終わります。うん、じゃあ食べちゃって。あ、ここ、見てよ、これ床なんでね、絨毯も何もないんでね、ここね、座布団もないんでね。